はい、おはようございます。五郎でございます。3月23日木曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝も上海からお届けしております。今朝の一言は状況盲導型の人間ということで解説文を読んでいきたいと思います。状況盲導型の人間であってはならない。状況盲導型とは、こうしたいと思っても社会情勢、経済情勢などからすぐに実現困難であると諦めてしまう人のことを言う。一方、心の奥底からこうありたいという強い願望を持った人であれば、周囲の環境がいかに難しくとも願望を実現するための方法を考えていく。そこに努力と創意が生まれてくるということなんですけども、これもね、まさにその通りだなと思ってまして、まあ何日か前にもお話ししましたけども、だいたいその例えば、そうですね、最近でいくと、まあ僕も仕事が今そっちの方なんですけども、Web3 とかね、メタバースとか、まあ NFT とか、そういった事業を展開してると、もうほぼ、どんぐらいだろうな、肌感でいくと、8割ぐらいは、まあそもそも知らないっていう人もいるんですけど、昨日も言われたんですけども、メタバースは始まる前にもはや終わったみたいなことを言われてしまったんですけど、まあこれ本当先のことなんで、本当ね、そういう世界が来るか来ないかわからんですけど、まあ個人的にはちょっと面白いなと、可能性あるなと思ってんで、誰に何を言われようが、そこはここ10年ぐらいは変えるつもりはないんですけども、結構やっぱり想像してる以上に、なんかこうしたいみたいなことを言っててもすぐ諦めてしまうケース、まあこれは僕も当然あるんですけども、そういうケースが多いんで、そこはね、まあやっぱり01やってると本当反対されることの方が多くて、萎えるっちゃ萎えるんですけど、もう究極の状況でいくと、もう一人でももうやるっていうとこかなというふうに思ってるんですけども、なので相談して反対されたら、反対されても一応まあ参考意見としては聞くものの、逆にそれをなんかパワーに変えて01やっちゃう、もう自分でみたいなぐらいなことがやっぱすごい必要なんじゃないかなっていうのと、今やっぱスピード感が昔と比べて全然違うんで、まあ、ほんとちょっとしたアイデアみたいなやつは、もうボンボンアウトプットしていくしかないなと、個人的には思っていて、まあ、それがなかなかしきれてないんですけど、アウトプットしてそこに賛同してくる人がもしいるんであれば、そういう人たちを巻き込んで、01を新しいメンバーと作り上げるっていうやり方も、個人的にはちょっとチャレンジしていきたいかなというふうに思ってる次第でございます。ということで、今日も頑張っていきましょう。